添田剛は神奈川県藤沢市出身の男子プロテニス選手。5代テニスカレッジ所属。身長178センチメートル。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。ロンドンオリンピック日本代表。ATP ランキング自己最高位はシングルス47位、ダブルス232位。4歳からエバラ SSC でテニスを始め。 医行堂クラブに所属し本格的にテニスを学ぶ。ジュニア時代には、藤沢市立大場中学校在学中の1999年に、全国中学生、テニス選手権大会シングルスで優勝。藤沢商業高等学校在学中の2001年3月には、高校選抜で出場試合すべてに勝利し、チームを準優勝に導くと、4月のトヨタジュニアで、 優勝し、8月の高校総体でも、単腹優勝。11月には全日本テニス選手権シングルスに、初出場。2回戦で、第13シードの宮尾佐知事を6から4、0から6、7から5のフルセットで下す活躍で、元村孝一との3回戦まで進出した。2002年には、竜ス氏と組んで出場した2002年ウィンブルドン選手権の、 男子ジュニアダブルス部門でベスト8進出の成績を収めると10月の世界スーパージュニアテニス選手権大会では男子シングルスで1994年大会の鈴木高尾以来8年ぶりの同部門日本人決勝進出を果たし準優勝11月には全日本テニス選手権に2度目の出場この年はシングルスとダブルスの2部門に出場しシングルスでは 第11シードのサエンテツヤとの4回戦まで、岩見良と組んだダブルスでは2回戦まで進出している。これらの活躍により、高校時代には全日本男子18歳、以下年間ランキングで1位を記録するなどすでに日本トップジュニアの一人として知られていた。藤沢商業高等学校を卒業後の2003年4月に、プロ入りしミキプルーンに所属。 2004年は11月に第7シードで出場した全日本テニス選手権シングルスで寺地高弘との準決勝まで進出。一方、岩見亮と組んで第4シードで出場したダブルスでは準優勝の成績を収めた。12月からのテニス日本リーグでは出場全試合で勝利し大会 MVP を受賞。2005年からはサーキット大会でも結果を残すようになり、 フューチャーズ4大会で2優勝に準優勝の記録を残すと7月にはデビスカップアジアオセアニアゾオングループアイプレイオフ2回戦隊隊代表戦でデビスカップ日本代表に初選出。消化試合となった第5試合のシングルスで起用され、ソンチャットラティワタナと対戦。これを6から3、6から3のストレートで下し代表デビュー戦を勝利で飾った。 9月には予選を勝ち上がって出場したベトナムオープン男子シングルスでツアー本戦初出場。1回戦で当時世界ランク10位、大会第1シードのマリアロ・プエルタと対戦。自身初のトップ10選手との対戦でフルセットに持ち込む検討を見せるも4から6、7から6、4から6のスコアで赤敗した。 第2シードで出場した11月の全日本テニス選手権シングルスでは自身初の決勝進出を果たす。決勝では岩渕聡氏と対戦し2から6、6から1、6から7のフルセットで赤敗。一方岩見と組んで第3シードで出場したダブルスでも決勝に進出したが、決勝戦では岩渕聡氏、松井俊秀組に4から6、6から3。 3から6のフルセットで破れ単ん準優勝となった。これらの活躍により、シングルスランクも年初の500位から年末には302位まで上昇し、全日本年間ランキングでも前年の9位から2位に上昇した。2006年は6月のコメリカバンク、チャレンジャーシングルスで初めてチャレンジャー大会決勝に進出し準優勝。九月にはアジアテニス連盟の主催により、 ウズベキスタンタシュケントで行われたアジアン選手権決勝でデニスイストミンを7から6、6から4のストレートで下し優勝。大会優勝者に与えられる翌年の全豪オープンシングルス主催者推薦の切符を手にした。これらの活躍によりシングルス世界ランクも年末には188位と100番台にまで上昇させ、この時点で日本男子トップに立つ。 また12月にカタールドーハで開催された2006年アジア競技大会にも日本代表として選出されシングルス銅メダル団体銀メダルを獲得した2007年は前年のアジアン選手権で勝ち取った主催者推薦により前後オープンでグランドスラムにデビュー一回戦で当時世界ランク10位大会第9シードのマリオアンチッチと対戦し4から6、3から6 二から六のストレートで敗れた。六月には、ウィンブルドンシングルス予選に出場。予選決勝で、ボーダンウーリラフ派に七から五、六から四、一から六、二から六、二から六の逆転で敗れ、本戦出場を逃した。翌八月には、トロフェオマンタ、オープンシングルス決勝で、エドワルド・シュワンクを六から四、六から二のストレートで下し、チャレンジャー大会初優勝。 11月のブリースベンチャレンジャーシングルスでも準優勝の成績を収めた。またこの年の8月から新たに元プロテニス選手の増田健太郎をコーチに迎えている。シングルスでは3月の島津全日本室内テニス選手権大会決勝でマティアス・バッヒンガーを7から6、2から6、6から4をフルセットで下し優勝すると4月のプサンオープンチャレンジャー決勝では ロヒコ・イサオと対戦し、60、00としたところで、ロの途中棄権により優勝。5月のニューデリーにチャレンジャー決勝でも、ロとの対戦となり、これを6から3、3から6、6から4のフルセットで下し優勝。9月のチャイナオープン本戦1回戦で、中国人選手を破り ATP ツアー初勝利を挙げると、2回戦では、同大会第3シード、 当時世界ランク11位のフェルナンド・ゴンサレスと対戦。ソエダは、ファーストセットを選手すると、セカンドセットでもタイブレークまで持ち込む接戦を見せたが、ファイナルセットでは調子を取り戻したゴンザレスに押し切られ、結果6から3、6から7、1から6のスコアで赤敗。11月最終週の、ダンロップワールドチャレンジテニストーナメント決勝では、 リトールサワーを6276のストレートで下し、この年のチャレンジャーツアーでトマス・ベルシティムラズが場所ビリ、クリストフ・フリー・ヘンラーと並ぶ年間最多優勝体の4大会優勝を記録する。この年は他にも11月第3週の KO チャレンジャーで準優勝、またチャレンジャーに大会でベスト4の成績を収める活躍でシングルスランクも 年初の212位から年末には114位まで大幅に上昇。またダブルスでもこの年は2大会で準優勝し、11月には自己最高の291位を記録。一方7度目の出場となった全日本テニス選手権、男子シングルスでは2度目の決勝に進出。決勝では、おなじみキプルーン所属の伊藤龍馬を6から7、6から3、6から4のフルセットで下し、 悲願の初優勝を果たした。2009年は前年と打って変わって不調に陥り、ツアーでも1から2回戦負けや、予選落ちを重ねてランクも大きく加工してしまう。しかし年後半に入ると、次第に成績が上向いていくようになり、ノーシードで出場した10月のロイヤルバンクオブ、スコットランドチャレンジャーでは準決勝で、当時95位、第2シードのケビン・キムを7から5。 6から1のストレートで下す活躍で11ヶ月ぶりにチャレンジャー大会決勝に進出。決勝ではイリア・ボゾリャツと対戦し、これを3から6、6から3、6から2のフルセットで下し優勝。11月にはディフェンディングチャンピオンとして自分の力を出し切って圧勝したいと語って第1シードで臨んだ全日本テニス選手権男子シングルスで、 フルセットにも連れたのも準決勝の三橋、厚し戦のみという暇のない試合運びで大会に連覇を果たす。また、岩見と組んで2年ぶりに出場したダブルス部門でも決勝に進出したが、こちらは決勝戦で岩渕聡志、松井俊秀組に2から6、7から6、6から2のフルセットで赤敗し、同部門3度目の準優勝となった。1月には、 従来のマスダに加え、新たなコーチとして、イタリアの元プロテニス選手、ダビデ・サンギネッティと契約。4月にはソラ旅、ドットコムが新たなスポンサーとなった。3月にトレーニングと、並行して出場したアディダスワセダ・フューチャーズと、コーフ・フューチャーズで貫禄の2週連続優勝。そのトレーニングの成果は続く遠征で発揮され。 5月はマンタチャレンジャーで今季チャレンジャー大会初優勝。6月のウィンブルドン前哨戦となったノッティンガムチャレンジャーでは準優勝。ウィンブルドンでは予選決勝でジェシー・ウィッテンに2から6、2から6、6から2、4から6で敗れたものの上位選手の欠場によるラッキールーザーで2007年全豪オープン以来となる4大大会本戦出場を果たした。 日本人男子選手は西小利圭と二人が本戦に同時出場。四大大会の本戦に日本人男子が二人同時に出場するのは松岡修造、辻野隆造が揃って出場した1994年、全豪オープン以来の快挙となった。一回戦では予選勝者のマルティン・フィッシャーに4から6、3から6、1から6で敗退。続いて出場した テニス連動選手権では、第8シードで、元21位のテイラー・デントの猛攻に耐えながら、6から4、3から6、6から4と接戦を制し、試合後、勝ったことが信じられないと語っている。年の最後の4大大会ある、全米オープンでは、第2シードとして臨んだ予選1回戦で、杉田祐一と対戦、雨天により3日にわたって順延される中、大方の予想を裏切り、 4から6、6から2、2から6で敗退。負けられないということを変に意識してしまったと敗北を認めている。その後もコンスタントに結果を残し、9月20日付のランキングで自身の最高位である106位を更新し、104位となった。杭州アジア大会にも日本代表として選出され、シングルスと団体で銅メダルを獲得した。 4月4日付の世界ランキングでトップ100入りを果たす。全仏オープンでは1回戦で、ミハイル・ユージニー25から7、2から6、4から6で、ウィンブルドンでは1回戦で、ジョーイル・ウィルフリード・ツオンガーに3から6、6から7、2から6で、全米オープンでは1回戦で、ケビン・アンダーソンに1から6、3から6、0から6で破れ4大,大大会の初戦を突破することはできなかった。 タイオープンでは予選から勝ち上がりベスト8に進出。楽天ジャパンオープンでは1回戦でラファエル・ナダルに3から6、2から6で敗れた。1月のチ内ンナイオープンでは予選から勝ち上がり、準々決勝ではスタン・ワウリンカを6から4、6から4で破り ATP ツアー初のベスト4に進出した。準決勝ではヤンコ・ティプサレビッチに1から6、4から6で敗れた。 2月10日、日本が27年ぶりに復帰したデビスカップワールドグループの1回戦のクロアチア戦のシングルス第1試合で世界ランク55位で格上のイワンドディグニ6から7、3から6、6から4、6から3、7から5、4時間5分のフルセットの死闘の末、勝利。 1981年にデビスカップが現行制度となってから日本はワールドグループで1981年と1985年に戦った経験があったがどちらも全試合敗退に終わっておりこの勝利は日本人選手のワールドグループでの初勝利という歴史的な一勝となった2勝2敗で迎えた最終試合でイボカロビッチに6から7、1から6、 四から六、通算成績二勝三敗で惜しくも敗れ、初のベスト八には進めなかったが、二月十三日付の世界ランキングで九十位から八十一位に上がった。全仏オープンでは、シングルスは一回戦、ドミトリー・トゥルスノフに一から六、四から六、四から六で敗退したものの、ロヒコ・イサオと組んだ男子ダブルスの一回戦で、JB ・マリー、カーステン・ボール組に七から六。 四から六、六から三で勝利し、全部門を通じて四大大会での初勝利を挙げた。6月11日発表のランキングにより西小利圭と共にロンドンオリンピックの出場権を獲得し、五輪への初出場が決定した。6月27日には伊藤龍馬の出場も発表され、五輪のテニス競技に日本男子選手が三人出場するのは四人だった1924年の パリオリンピック以来88年ぶりの快挙となった。6月26日、ウィンブルドンのシングルス1回戦で、世界ランク116位のイーゴリ国人を63、62、61のストレートで破り、4大大会のシングルスで初勝利を挙げた。西小利慶も1回戦を突破し、ウィンブルドンで2人の日本人男子選手がシングルス2回戦に進んだのは、 1973年の久喜淳、坂井敏郎以来39年ぶりの快挙となった。2回戦では、第9シードのフアン・ワルティンデル・ポトローニ2から6、3から6、6から1、4から6で敗れた。アトランタテニス選手権では準々決勝で西コリ K を6から2、6から1で破り、ベスト4に進出、大会後のランキングで自己最高の47位を記録し、 トップ50入りを果たした。ロンドン五輪ではシングルスでは1回戦で、マルコス・バグダティスに7から6、6から7、2から6で敗れた。西木織と組んだダブルスでも1回戦で、北京五輪金メダルのフェデラー、ワウリンカ組に7から6、4から6、4から6で敗れた。全米オープンでは1回戦でマーディフィッシュに6から7、6から7、3から6で敗れた。全豪オープンでは、 一回戦でワイルドカードのルークサビルを6から7、6から3、6から2、6から3で退けたが、二回戦で第7シードのジョーイル・ウィルフリードツオンガーに3から6、6から7、3から6に敗れた。前後直後の1月27日から始まったマウイチャレンジャーでは第1シードかつ前年王者として順当に勝ち上がり、決勝では ミーシャズベレフを7から5、7から5で下し、2年連続優勝を飾った。全豪オープンでは、エリアス・イメルに勝利し2回戦進出も、第31シードのフェルナンド・ベルダスコに敗れる。大会終了後に発表された、本大会の各項目ランキングで、ソエダのサーブ速度時速222キロが、スピードランキング第10位にランクインされた。4月、全米男子、 クレイコート選手権1回戦では、元世界ランキング1位のレイトンヒューイットに4から6、7から6、6から3で勝利。5月、ルコックソールオープンで低減に勝利し優勝した。両手打ちのバックハンドストロークはラリーで、抜群の安定感を誇る。もともと小学4年時にフォアを片手打ちに変えた当初から、安定して威力もある、両手バックハンドに得意意識が芽生え。 それが、プロ転校後もバックハンドラリーでは打ち負けないことから、バックハンドにはキャリアを通じて一度も疑問を感じることがないというほどの武器となっているという。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回線敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回線敗退、LQ イコール予選敗退、 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。